全体的に重いのかなって思ってたんですけど、急にキャッキャウフフの場面が出てきて、皆さんこんにちるちる、超業 BL レビューサイトちるちる記者のケチャップです。同じくちるちる記者のアナコンダです。はい、というわけでスメルズライクグリーンスピリット第1話が放送始まりましたね。いやもう素晴らしかったです。そうですね、素晴らしかった。いやなんか綺麗なんか映像もちょっと映画っぽくなかったですか？いやそうですそうですそうですね、なんかちょっと古い田舎のっていう感じもありつつ、とにかくあの主人公三島太役の荒木とわさん、はい、長髪めっちゃ似合います。いやそうなんですよ、えなんかめっちゃ綺麗めっちゃ美人と思って、めっちゃ美人って、そうですよね画面にめっちゃ吸い込まれてました。そうですよね、はい、えなんかこう最初こう結構その髪がこう前上げ寄りになってたんで、なんかどうなんだろう、どういう顔してるんだろうみたいなちょっと分かんなかったんですけど、うんうんうん、こうどんどんちゃんと見えてくるじゃないですか。そしたらめっちゃ美人じゃんみたいな、わかります感じで衝撃を受けました、はい、今回この待望の作品1話ということで、はいはい、私たちで好きなポイントを ね、はい、3つにまとめましたので、はい、そちらを1つずつご紹介していければと思います、はい、それではまずポイント1つ目、はい、高速シーン、はい、いやなんか体育館倉庫で、はい、あの結構いじめか何かで、いじめか何かっていうかいじめで結構その拘束されてってって感じでしたよね、はい結構ちゃんとリアルに描写がされてて、縄で縛られて、なんかもっと別になんかもうちょっとこう上品にしててもいいのかなって思いつつも、うん、なんかちゃんとリアルになんかあこれ本当になんかこうぐるぐる回したんだなじゃないですけど、なんかあの学生がしそうな巻き方をしてたみたいな感じがしてて、ちょっと結構ちゃんとリアルでしたね。そうですね、はい、このいじめのシーンって何回か1話の中でもあったと思うんですけど、髪の毛慣れたし、だいぶショックですね。かわいそうってなって、私ちょっといいなとか思いながら、この主人公のね、はい、三島ふとしくんは女装するのが好きというか、はい、好きで心の支えにもなってて、そうね、から長い髪の毛をどんなに言われても守ってきてたんですけど、それをいじめでハサミで切られてしまうという、そうなんですよね、衝撃のシーン。キモロンゲとか言われながら、はい、なんか耐えてるところそうって思いながら。でもなんか結構主人公の子結構なんかメンタル強いのか分かんないですけど、なんかそこまで不憫に思う、うん、なんかまあ、不憫に思うんですけど、なんか結構そのメンタル強いのか、なんかちょっと結構しっかりしてて自我持ってるんで、かわいそうって ならずに見れました。そうですね、結構言い返したりとかもしてたので、はいはい、メンタル強い系主人公かなっていう感じで、はい、髪の毛切られた時、はい、最初結構バラバラだったじゃないですか。そうそれをなんかあのいじめの主犯格みたいな、はい、なんかちょっと透かしてる男の子いますよね、はい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 、もっと切らないとダメだろうみたいな感じでなんかでもめっちゃバサバサって切られてて、そっから来てまた切るのみたいな、もっと短くしちゃうの、えだって髪の毛って思ってそしたらまさかの綺麗に整えてくれ てそうなんですよね。なんかお母さんのところにそのね主人公あの三島くんが帰ってったら、なんかえめっちゃいい感じに、いえどこや行ってきたのみたいな、えめっちゃいい感じに着られてるじゃんって、センスいいわねみたいな感じの会話をしてて、えみたいな感じで顔を見せられたら、えめっちゃ綺麗に着られてるって、あそこ面白かったです、面白かったですよねでもそれもまたよく似合ってるっていう、いやそうなんですよ、あえってキリのもしかして優しいやつなのかという説が浮上してくるポイントでもありましたね。ちょっと匂うぞ、はい、ポイント2つ目いきますか、はい、2つ目はバスケ部顧問との妄想シーン。いやそうこれちょっとそこってちょっと面白かったんですけど、はい、結構ギャグ風な感じで、結構内容としては全体的に重いのかなって思ってたんですけど、はい、急にキャッキャウフフの場面が出てきて、そうなんですよね。なんかバスケ部の部活か何かを見かけた時に顧問のねあの人がいて、結構フフってやってて、あそこなんだって思いながら、胸毛痛くないか胸毛痛くないか面白かった。だいぶ癒しシーンでした。あそこは私のそ、ね。そうですね。メンタルがね。そう、なんか結構そのシリアスじゃないですか、うん、お第1話。あの、いじめシーン多かったんで、ちょっと心がうーってなりつつも、ああいいわね。
ああいうシーンもねまたちょこちょこ見慣れたら嬉しいなって思いますね。はい、そしてポイント3つ目、男たちにナンパされている三島を助ける桐野。ここ重要ですよね。もう重要ポイント、はいはい、だから髪の毛切られてその後あ似合ってるって言ってでそれからまあ数日後ぐらいなのかなになんかこうお買い物頼まれて出かけた、三島くんがなんかビッチバタでこう鏡見ながら口紅塗ってふんふふんって歩いてたらなんかいきなり車止まってえ姉ちゃん可愛いぜみたいなえかそこの可愛い姉ちゃんってこれから俺たちとなんか旅行じゃないやなんかどっか行かないみたいな感じのカフェ行かないぐらいのなんかノリで結構強引な感じで迫られてましたね、はい。ちょっとふとしくんもまんざらでもなかったけどなかったけどでもなんかすっごい強引に来るんで、うん、ちょっと車に連れて行かれそう。危ないですよあれ、うん、怖い怖い怖いって思いながら行っちゃダメ行っちゃダメってでも引っ張られてなんかどうしよう三島くんの体格じゃ抵抗できないかもみたいな思ってたら登場しましたね桐野くん自転車で自転車でそしてその自転車に自転車をふとしくんに貸してそうそうなんですよねなんか自分が乗ってきた自転車を貸してで乗せて自分を走って帰るみたいななんか2人乗りとかするのかなと思ったんですよちょっとそれ楽しみにしてまさかの自分走るっていう選択肢でいやどうにかしてなんかあのね桐野なんかその距離感もいいですね、うん、今んとこまだいじめっ子といじめられっ子みたいな距離感で急に2人乗りしてちょっといい感じっていうよりは、うんうんうん、とりあえず自転車は貸したけどみたいな感じがそうですねツンツンしてますツンしてるツン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 が出てて今なんか好きな子にをいじめちゃう小学生男子みたいな感じしません？しますね。いやまた多分これがあの BL っていうかこうねあの男同士の恋愛だからこそなんかこじれてるんだろうなみたいないう雰囲気を察してるんですけど分かんないですよまだ全然分かんないですけどねちょっと次回予告についてもね語りますね次回予告がいやなんかまだ全然進展してないじゃないですか、はい、話がでもなんか次回予告で急になんかあれみたいな急にねなんかその2話の予告では桐野と三島が一緒にいるシーンも結構多くて、ね、多分屋上学校の屋上か何かで、うん、なんかお前のことそういうところが嫌いなんだよじゃないけどなんかそういうなんか勘違いすんなよ的なことを言ってそんな感じのことがそういう場面が流れた後になんかあの2人で隣り合ってなんかあの口紅をなんか塗ってるいうシーンがあって関節キスみたいな確かにいいのみたいなえいいんですかってなんだかね桐野くんにも謎がまだまだ多そうな感じもして、そうですね、いや本当に謎まだまだ多いですよね、うん、なんかあと、はい、柳田先生の動向も気になるなっていういやそうですよね最近入ってきた新人みたいな感じの若い男の先生、うんうん、いじめられてるねあの三島くんを、うん、なんかちょっと、まあ、いじめられてるっていうのがまだちゃんと発覚してないんであれですけどなんかちょっと大丈夫みたいな感じで話しかけてて髪の毛短くなった時も可愛いねみたいな感じでそうでしたっけそうかそうか結構接触を試みてる感じでなんか俺の車で帰ってくるじゃないですけどなんか大丈夫送っていこうかですよねそう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 、そんな感じでなんか気にかけてる感じがちょっと匂うぞここもどうなっていくのかそうそうなんですよね結構そのまだまだなんか登場人物が出てきて、はい、こういう最初の関係性ですよみたいないう感じのところだったじゃないですか、はい、だからもう本当これから楽しみだなみたいな感じですよ ね、 そうですね結構他の BL ドラマに比べたら異色というか、うんうんうん、ヒューマンドラマっぽさもありつつ今後でもどういう関係になっていくのかっていう続きが、うん、そうですね。なんか原作も結構評価高いですよね。なんか2012年発売の結構なんか昔に発売されてる作品ですけど、うん、なんか結構評価高そうだなっていう風に見てよかったなと思ってます。ドラマとね原作一緒に、はい、追っていけたらな。追っていきたいですね。そうですね。はい。でこちら、FOD であの見放題。独占配信、はい、そうですね。FOD で独占配信中ですので、あの、はい、見たい方はぜひともそちらでも、あとテレビでもね、見られるので、ぜひとも見てみてください。それでは、バイチルー。